突然こんなとこに来てびっくりしたけど、いつ帰れるかもわかんないし、食べられるものをたくさん集めとかないとね。うん。そうだね。山菜とかキノコとかは探せば見つかるんじゃないかな。あ、早速発見。ほら、この木の根元、たくさんキノコ生えてるよ。あ、待って、ミク。毒があったら大変だし、ちゃんと調べてから抜いた方がいいかも。え？え？うん、大丈夫だね。私も早く言えばよかったな。ごめん。じゃあ、食べられそうなもの見つけたら、私たちに教えてもらう感じにしようか。で、調べて大丈夫だったら取ること。なんか、可愛い妹と弟ができた気分かも。ちょっとわかるな。よろしくお願いします、桃井先輩。それに、ルカさんと、メイコさんも。ええ。一緒に立派な拠点を作りましょう。昔、バラエティ番組で無人島生活をしてたから、骨組みの作り方とか、少しは教えられると思うわ。そうね。その感覚ちょっとわかるかも。私が知ってるルカはもう少しお茶目な感じがあるし。へえ、そんなルカさん想像できないな。でも、あら、いろんなものがピカピカ光っているから道に迷いにくそうね。そうだね。でもここまでいろいろ光ってるのに誰もいないのが気になったな。通った道に気になる場所があったの。そこを見に行ってみない？え？もちろんよ。確か水色に光っている看板があったから、あっちね。あ、日の森さん、ここの看板、時間が経つと色が変わるみたいなんだ。だからこっちじゃないかな。まあ、そうなの？ありがとう、朝比奈さん。次は黄色く光ってる建物の前を通ったから、こっちかしら。あ、じゃあ、ゆっくり手をつないで歩きましょう。あはは。あ、宵崎さんも拠点を作るグループなんだ。よかった、知ってる人がいて。よろしく、草薙さん。あとは…カイトと
リンとレンだよね。うん。宵咲かなでだよ。こっちは草薙ねねさん。ものすくね。うん。カイトさんも。うん。何？もしかして私何か変なこと言っちゃったとか？あ、気にしなくて大丈夫だと思うよ。カイトはいつもあんな感じだから。嘘でしょ？いつもあんなって、これからどう話せばいいの？雫先輩たちは高い建物がたくさんある場所を探すそうなので、私たちは路地の方に行ってみましょうか。ええ、そうね。あら、え？ミクちゃんならいいお手本になれると思うな。いつも的確なアドバイスをくれるし、すごく頼りになる先輩だから。そう。あ、はは。ふふ。よろしくね、ミクちゃん。でも、こんな場所に食べ物なんてあるのかな？ニコニコ笑顔？うん。うん。カイトさん、こっち見てるけど、どうしたのかな？もしかして、一緒にやってほしいとか？カイトさん、頑張ってください！私も一緒にニコニコ笑顔をやるので、行こう。なんだか私たちが知ってるカイトさんとは全然違う雰囲気だね。よし。メイコさん、そんなにたくさん木を持って大丈夫ですか？おい。いいえ。え、ケケ。あ、リン、そんなに大きいの持ったらバランスが。言葉はきつかったけど、このカイトさんも面倒見いいのかも。こんな得体の知れねえ世界、一秒でも早く抜け出さないとな。さっさと帰る方法を探しに。見たことのない構造の建物ばかりで面白いね。あの最上階に設置された機器には一体どんな役割が？
のが多いんだよ。東雲だ。早く出発すんぞ。大丈夫か、このチーム。あんたはルカさん？あら？いや、なんつうか、ちゃんとしてるルカさんは珍しいんで驚きました。ねえねえ、あのな、はあ、ええ、私はもし本当に宇宙人がいるなら会ってみたいなって思いますよ。そうじゃなかったとしても、カイトさんが見たものが帰るためのヒントになる可能性もあるし、みんな確認してみない？お気楽すぎない？謎の世界に閉じ込められて、いつ帰れるかもわからないって状況なのに。うん。もう。それもそっか、絵の参考になる景色も見つかりそうだし。それにしても、みんな親切だし、すっごく話しやすいな。話しやすいけど違和感ありすぎて落ち着かない。アマさん、これかい？ドローンだよ。先端に取り付けてあるカメラを使って、上空からもこの世界の様子を調べようと思ってね。興味があるのなら操縦してみるかい？え？お前も興味あるなら混ざればいいんじゃねえか？いや、気になってんだろ。上白先輩、そのドローン、こっちも借りていいですか？構わないよ。何台か持ってきているからね。どうもっす。ほら、調査のために飛ばすなら、これも立派な仕事だろ。素直じゃねえな。おいしいもの探しの冒険に出発進行！えいえい！ワンダホーイ！レン、そんな隅っこにいないで、こっちおいでよ。私もレン君と一緒にワンダホーイしたいな。あのね、ワンダホイっていうのは笑顔になれるおまじないなの。私、レン君とも一緒に楽しいことをいっぱい経験して、いっぱい笑顔になりたいな。ふふ。うん。
一緒にやろう。せーの、ワンダフォー。みんなが入れる建物が見つかってよかったわ。丈夫そうだし、ここなら安心して休めそうね。うん、でも埃がすごいし結構荒れてるな。うん、このロボット、さっきから壁に衝突してるね。エラーを起こしてるのかな。大変、直してあげないと。あ、このボタンを押せばいいのかしら。でも扉が閉まってるわ。どうやったら開くのかしら。あの、止まって。みたいだね。ねえ、どれ？あ、つくしだね。食べられるよ。いいね。ミク楽しそうだな。みんなとも仲良くやってるみたいだし。本当だ。よく見えないけど、果物かな。え、ダメダメ、あんな高いところ登ったら危ないって。え、大丈夫。経験って、いやそれはわかるけど、でもいきなりそんな高いとこ。ドア全然開かないな。でも、あ、ほんとだ。打ち抜いて、それって銃とか。なんかいきなり物騒な雰囲気に。ペガサス探検隊の諸君、準備はいいか？はい、バッチリであります、隊長。はあ、それはいいアイディアだな。ではみな、中央に手を重ねるぞ。もう入って、私の隣空いてるよ。リーちゃん、よし、全員陣に入ったな。では行くぞ。えいえい、お
みんな頑張りましょう。あとはこの葉っぱを運んで屋根を作るだけよ。重い。宵崎さん大丈夫？少し手伝いましょうか。大丈夫。ツタとか葉っぱでも結構運ぶの大変なんだね。そうね。じゃあ、ありがとう、レン。みんな、すごく頼りになるな。私も、何か役に立てればいいんだけど。ねえ、宵崎さん。ちょっと仕事を頼んでもいいかしら。私に？ええ。下でロープを作りたいんだけど、結構量が必要だから専門で作る人がいた方がいいと思うのよ。でも私はそういう細かい作業ちょっと苦手なのよね。あ、それなら体力も必要なさそうだし、私でもできそう。あ、わかった。桃井さん、それってどうやればいいの？ありがとう。じゃあ作り方教えるわね。まずはよーし、釣り竿完成。木とツタで作ったにしては結構それっぽくなったんじゃない？そうですね。じゃあこれで魚を、あ、でも餌のこと考えてなかった。ルアーはないし、虫とか？虫って、あのミミズみたいなやつだよね。ブヨブヨしてる。あ、ちょ、ミク！無理！わかった。ちょっと抵抗あるけど、でもここは私が。ミク。はあ。ほら。あら。よし、みんな、俺たちも司先輩たちに続いて出発しよう。うわ、すなぁ。いつの間にか。それは大変ですね。そうだ。いいね。いいな。軽快なメロディーで冒険に向かう勇気が湧いてくる気がする。え？片付け間に合ってよかったね。
戻ってきたみんながちゃんと休めて安心したな。そうですね、一段落しましたし、私たちも休憩しませんか。お腹も空きましたし。そうだね。それならコーヒー。ほっとした気持ちに。あの、メイコさん、私もお手伝いしてもいいですか？もちろん。じゃあ、私も見学させてもらおうかな。ねえ。これって、パン？まあ、すごいわね。でも、味がないってことは、美味しくは食べられないわよね。いえ、ダメです。みんな、知らない場所で頑張っていて疲れていると思うので、美味しいものを食べて、少しでも心を休めてもらえるように、私が美味しく調理します。ほなみちゃん。そうよね、サキちゃんたちが一生懸命探してきてくれたものだし、みんなに笑顔で食べてもらえるように私も頑張りたいわ。火、全然つきませんね。そうね。あら？あ、実は火起こしがうまくいかなくて。もしかしたら火が悪いのかも。確か乾燥してる木じゃないとダメなんだ。あとは溝の隣、ここに切り込みを入れると火がつきやすくなるよ。経験者って言っても、一日無人島で遭難しただけだけどね。え？今、さらっとすごいこと言ってなかった？ほら！そうね。食料調達班のみんなすごいわね。こんなにたくさん食材を集めてくれるなんて。ファイト。ええ、火はルカたちが起こしてくれてるから、私たちは材料を切って下ごしらえしましょう。わかった。料理ってあんまりしないからちょっと不安だけど。私も。リン、そうだよね。できないのは多分みんな一緒だし、他の班のみんなのために美味しいご飯を作ろう。
じゃあまずは山菜をこのくらいの長さに切って水につけていってちょうだい。はい、やってみます。よし。あらりん、すごく手際がいいわね。すごいね。本当にできないのは私たちだけみたいだね。みんなビッグニュースよ。はるかちゃんたちが帰るための手がかりを見つけてくれたんですって。え、本当ですか？じゃあこれでやっと帰れるね。あら、怖がられてるように見えたけど。でもルカちゃんの気持ちもわかるわ。この家でみんなと過ごすのが最後って思うと私も寂しいもの。あ、ねえみんな、余っているご飯を全部使ってパーティーを開くのはどうかしら。私もいいと思うな。せっかく大鳥さんたちが集めてくれた食べ物を無駄にしたらもったいないし。そうね。じゃあ今日は特に腕によりをかけて美味しいご飯を作りましょう。よし。いい心がけだな、レン。皆の命運は我らペガサス探検隊にかかっている。気を引き締めていくぞ。オッケー。ふふふ。え、悪いなメイコ。ルカはうちのメイコの膝を借りてよく昼寝しているのだ。アナ、大変大変、みんな来て。え、どうしたの水木ちゃん。もしかして宇宙人。このタコっぽいフォルム間違いないよ。宇宙人って怖いイメージがあったけど、この子はぬいぐるみみたいで可愛いかも。でもなんて言ってるんだろう。あ、そうだ、真似したらお話できるかも。宇宙人さん仲良くしたいな。ピペポピポポペ。ねえ、今の M ちゃんに返事したみたいじゃなかった？きっとそうだよ。M ちゃんすごい。やったー、スペシャルワンダファイトね。あ、宇宙人さんもまねっこしてくれたね。はあ、ねえねえ、じゃあ、あれ？
向こうだ。だが迷う前に何か目印を残した方がいいかもしれないな。あ、前に読んだお話で食べ物とか石を道に置いてたよ。なるほど。しかし代用できそうなものは見当たらないな。すごくいいアイディアだと思う。だが俺は何を書けば。じゃあ私ははるかちゃんにしようかな。こっちの世界に来てから会えてなくて寂しいなって思ってたし。二人とも身近な人物の絵を描くのか。では俺も。みんな大変よ。探索班がこの世界から抜け出す方法を見つけたんですって。本当ですか。うん。恐竜がいたの。こっちに来なくてよかった。この家も壊されちゃってたかもしれないものね。でも何はともあれこれでやっと元の生活に戻れそうでよかったわ。そうですね。でも帰れるのは嬉しいけどちょっとだけ寂しいかも。まあみんなで力を合わせたおかげですごく立派な拠点ができたし分からなくはないかな。大変なことも多かったけど家を作ったり料理をしたり楽しいこともたくさんあったわよね。うん。それに前より体力がついた気がするし来れてよかったかも。ねえ、飾り付け？そうだね。私も今日はみんなに楽しい時間を過ごしてほしいな。それじゃあメイコたちにも声をかけて恐竜も寄りつかないくらい素敵な家にしちゃいましょう。M 君たちが宇宙人と友達になったと言っていたけれど本当にいるとはね。いいね。そうね。確かに可愛いね、この子。つぶらな瞳をしてるから、思わず撫でたくなっちゃうな。ねえ、宇宙人さん。私もあなたと仲良くなれたら、すごく嬉しいなって思うんだけど、どうかな？おお。なるほど、これがアイドルのコミュニケーションか。それは…でも、たまにこっちを振り返っているし、ついてきてって言ってるみたいだね。あとを追ってみよう。本当にやんのか。あのなぁ…そうだね。この研究所の扉の先に元の世界に戻れるヒントがあるかもしれない。そして扉を開くヒントになるのはこの石板に描かれた謎の絵だけ。そうね。マジでやんのか。私もちょっと恥ずかしいけど、それがみんなのためになるのならやるしかないよね。
分かったよ、やるぞ。あら、お、よし、開いたな。そうね。あんまり言いたくないけど、トマト。うん。そうだ。いいね。私もとから始まる言葉聞いてみようかな。でも新鮮で言ったら、私はカイトさんが一番かも。喉乾いたなーって時にタイミングよく水をくれたりして、すっごくびっくりしましたし。いいんじゃない？なるほど。研究所を探したら、この小型の機械と研究ノートが見つかったと。はい。上城先輩、何かわかりますか？これまで世界で見かけた言葉から推測するに、この文字列は戻る、こちらは軌道ということは。お手柄だったね。どうやらこの機械を使えばここから帰ることができそうだよ。よかった。みんなもきっと喜びますね。やっとこのとんでも世界から解放されるな。いいね。見るからに怪しい場所入ったり、変なポーズしたり、なんかよくわかんねえもの食ったり、いろいろあったな。支えてくれてたみんなのおかげもありますね。休める場所があるだけでもだいぶ違ったし。ああ、みんなに感謝しなくてはね。それはそれとして、最後にもう少しだけこの世界を楽しみたいな。ねえねえ、そうそう、宇宙人の言葉を真似して遊んで、一緒にショーもやったんだ。今度また遊ぶ約束をしたから、その時は凛ちゃんも一緒に行こうね。でもそこが問題なんだよね。見た目はパンみたいなんだけど、ちょっと勇気いるっていうか。え、もう食べてる？でもいけそうなら僕もいただきます。ってこれ全然味しなくない？あ、本当だ。でもちょっと食べただけなのにお腹いっぱいになっちゃった。そうだね。ってことは味があるのも混ざってるのかな。ねん、当たり引いたね。ありがとう。あのさ、そうだね。でも、え？
だから。よし。探索班のみんなが帰る方法を見つけてくれたでしょ。だからほのみちゃんたちが最後に美味しいご飯を作ってくれるんだって。そうなんだ。じゃあ私たちも美味しい食べ物探してこなきゃだね。うん、それに仲良くなった宇宙人さんたちともちゃんとお別れしたいな。ニコニコ笑顔だよ。え？私もお別れは寂しいけど、でも最後まで笑顔で私たちらしく冒険しようよ。私も最後までみんなと楽しい思い出を作りたいな。うんうん、そのためにはリンも笑顔じゃないとね。ミクと一緒に果物を集めてきたよ。今日は桃がたくさんあったんだ。あ、美味しそう。私はレン君たちと一緒に木の実を拾ってきたんだ。あとはちょっとだけどラズベリーも。いいね、この組み合わせでどんな料理ができるか楽しみだな。でもこのメンバーで食べ物を集めるの今日で最後って思うとちょっと寂しいな。だね。最初はいきなり知らない場所に来てすっごく不安だったけど、いつの間にか楽しんじゃってたし。私もみんなといろいろ経験できたのは良かったかな。森でサバイバルは二度とごめんだけどね。それなら。そうだね。今までで一番豪華なご飯になるように頑張ろう、みんな。ああ、あれ、なんだろう、これ足跡？え？あたた。ねえ、それなら。え？行きたくないならしょうがないよね。ちょっと心細いけど、私たちだけで探してみよう。足跡を追っていけば見つけられるかも。ねえ、この世界に来てから数日経ったが、今日こそ帰るための手がかりを見つけるぞ。はい、ペガサス探検隊の名に恥じぬ働きをできるよう頑張ります。ね、任せろミク。ルカを起こすときは発声練習並みに声を張らねばならんのだ。ルカ起きろ。あら、ど
う見ても恐竜だろう。に、逃げるぞ。司先輩、あそこに身を隠せそうな場所が。おお、でかしたぞ、トウヤ。あれは遺跡か。何やら既視感のある石像が立っているが。いい、何でもいい。総員、あの遺跡に逃げ込むぞ。ラジャー、恐竜に会ったんですか？いいなぁ。おう、そして恐竜から逃げた際にトウヤが見つけてくれたこの遺跡で帰る手がかりを見つけたのだ。よかった。はぁはぁはぁ、運も味方につけてこその未来のスターだからな。特に今回のことはいい勉強になった。恐竜に出会った時に感じた恐怖や緊張感は演技に活かせそうだからな。確かにそうかもしれませんね。恐竜との遭遇もそうですが、ペガサス探検隊の皆さんとの冒険は俺にとっても貴重な経験になりました。それでこの世界から帰る手がかりって何なんですか？なあ、それはだな。